はい、今日の話はこれです。これ陰陽というところですね。もうバランスを取るってよく言いますよね。バランス、なんかバランス取んなきゃダメよとか、バランスよく食べなきゃダメよとかね、いろんなこと言われると思うんですけども、そういうものをね、こうなんかグラフにしてって考えやすくしたものが、陰陽というものになりますね。東洋医学のもう本当に深い世界をね、皆様ちょっと感じていただければね、嬉しいかなというふうに思います。はい、しきちゃん。はい。なんか今日もあったかいよね。そうですね。あったかいとどうですか、体調は。あったかいと気持ちいいです。気持ちいい。体調はいい？体調は微妙です。うん、微妙。どんな感じ？胃がムカムカしてます。胃がムカムカ。他になんか夜寝れる？よく。夜は寝てるつもりですけど、うんうん、ちょっと寝汗かいたりしてます。寝汗かいたりしてる、うん、こう皆さんもね、この時期って例えばなんかなんていうの、うつうつしてきたりだとかさ、うつうつしてきたりとか、なんだろうな、例えばかゆかゆしてきたりだとか、なんかないですかね。しきちゃんはないか、そういうのね。いやでも春とか季節の変わり目には決まって乳首が痒くなります。乳首が痒くなる。もうあれじゃん、カミングアウトだね。ね、乳首ってオッケーだったら一応わかんないけど、おっぱいはこの間オッケーだったんだけどね。うつうつ痒くっていう形で、これがね、なんかしきちゃん、これ同じような理由で起きてると思うと面白くないですか？うん、なんか例えば皆さんどうでしょう、こう生理周期でさ、生理周期でさ、なんか低温期のここら辺はさ、はつらつなんだけどさ、高温期でこの辺の特に後半とかさ、そこら辺になってきてるさ、なんかうつうつとか、なんかイライラとかって、うん、なんかないですか、それは。あります。あるよね、しきちゃんもあるんだね。こうなんでこういうことが起きるかっていうところ、ちょっと皆さん、考えていただきたいんですけども、例えばですよ、なんかね、こんなイメージなんですよね。こう体が相変わらずこの絵が上手すぎちゃってね、こう何か出るのね。何これ、高温期になると大きくなるね。大きくなってる、そっか。こっから見ると同じに見えるんだけど、まあ例えばさ、こうなんかね、陰陽のバランスっていう感じになってくるんだけど、こう高温期になるとさ、こうまあこう例えば熱があるんじゃないですか。熱がこう、うん、中からこう出てくるの分かるかな、これうつ熱っていうような言い方するわけなんだけど、熱が出てきますよね。で、低温期になるとこう、何が出ますか。血ですよね。なんか本当に申し訳ないけど、しょうがないよね。ダイレクトに書いてね。なんかさ、こううつうつとしてたものがさ、スパンとこう出るとすっきりするっていう感じ。まあ、これに対して、その出すことに対して、例えば、まあ、痛みが伴う人はいたりするんですけどね、そういう人また別の話で、基本的にはこう、まあ、低温期はつらつとした時にこうすっきりするっていう形だというふうに思います。ここでなんかこっちとこっちで人格が違う人がいるんですよね、変な話ね。で特にこの辺になってくるともう本当ダメっていう人がいたりするわけなんですけども、皆さんそういう人はね、そういう方はもうここうつうつしてるわけなんですよ。うつうつしてる感じになりますね。で、こういう人、こういう方ですよね、特にこうでうつうつしちゃう感じ、低温期ね、なるとすっきりするっていう感じ、高温期はなんか仕事もはかどらないなんて方が結構いらっしゃるんですけども、ここね、こうバランスで考えていただきたいですね。陰陽です、今日の話はね。この鍼灸師ならではのですね、陰陽論というところでちょっと考えていきたいなと思うんですけども、こう例えばこの高温期のこの時ってさ、これ色変えようか、いいよ、こんな感じなんですよ。例えばさ、これがさ、まあ普通の平らな状態だとしますとですよ。で、やっぱりね、東洋医学って気と陰と陽と、まあ気と血みたいな感じでね、血と精かな、
感じなんですけども、こう木、まあ、こう陽ですね、太陽の陽ですね、陰陽論なので、そのうちの木、要するに機能的な方ですね、もう頑張るぞってエネルギー、ガソリンバンバンこうね、こう炸裂させてこう細胞が頑張るぞみたいな感じですよね、っていう時っていうのはまあこんな感じですよね。でイライラしてる時って大体ね、ここ本当にね、そこにこのイライラが、まあ、普段だと許せるものもイライラしたりするんですよ、ね、でこう特にですね、これ低音期の時はさ、まあ、これはあるじゃないですか、常にさ、なんかこう頑張るぞっていう感覚ないやつもいるけど、頑張るぞっていう感覚とイライラみたいなたまに乗っかってくるんですけども、この低音期と高音期でちょっと考えてっていただきたいわけなんですけども、こうこれが例えばですよ、ここの部分で、ここの部分、これがね、大体これ同じレベルだと調子いいんですよ、変な話なんですよ、同じレベルだと調子がいいっていう形で、こっち陰部の方ですね、陰部、まあ血とか精とかっていろいろな言い方するわけなんですけども、これがですよ、こうやっぱりうつうつしたところで、これがねしっかりあると血とか陰とかっていう成分ですね、まあ体の水分みたいなのがしっかりあるとイライラしないんですよ、変な話。イライラしないんだけど、この時期って子宮ちゃんどうですか？高温期の後半っていう風になるとどんな感じになってます？ポコポコ何？お腹ポコになる。お腹ポコになる。お腹ポコになる。お腹、まあ、物が溜まるってことでね、物が溜まるし、むくみとかどうですか？むくみは、むくむね、むくむっていうことは気物がこれがあって、ってなんですこの体のなんか溜め込もうとするわけですね。気が滞ってる状態になってくるわけですね。で、そこに対してこの陰分っていうのは血液の量っていうものがそれに対して対応できてるとさ、結構大丈夫なんですよ。大丈夫なんだけど、例えばそれが対応できていないとダメなんですよね。ここの部分っていうものがなんかそのこうイライラ、こうなんかおかしな状態になってきちゃうっていう形なんですよね。でこうなってくると余計物が滞っていって余計イライラしていくっていう状態になってくる感じになりますですね。で、例えばここになってくると低音期になると、じゃあこれがどう変化するか、こうなってからこうくるの分かりますよね。なるので、これがどう変化するかっていうふうになると、そこで抑えてたものですよね。抑えてたものっていうものがそれこそこうポンと抜けるわけなんですよ。変な話、わかります？一気に出るので、これ男はそういう機能がないのでね、なかなかあれなんですけども、女性はまあそういう形で月に1回なりそういうことがね、2回なりそういうことがあったりするので、ここでこう体調を整えるっていうようなイメージでいてくださいですね。常にやっぱ高音期低音期っていう形でそういうことがあるんだなというふうに思ってくださいですね。ということは、しきゅうちゃん、これ何を言いたいかっていうと、ここでイライラした気鬱みたいなのですよ。こう、じゃあ、これをさ、イライラとか、その気、なんか、イライラするでしょ？なんとなく。ね。その時期になると、なんかイライラしてきて、なんかこう、いろいろさ、うつうつしてくると思うんですけど、その時期、じゃあ何すればこれ、解消できると思います？やっぱこう、ストレス解消といえば、うん、運動。運動いいね、運動みたいなもので、ここで例えば低温期が来るなっていう段階だとか、妊娠の体温が落ちる段階ありますよね。体温が落ちる段階とか、妊娠の可能性今回なかったなっていう話になると、そこでこの気を動かさなきゃいけないんですね。わかりますか、有野さん、気を動かさなきゃいけないので、そこがね、変な話、その運動したりだとか、例えばマッサージ受けたりだとか、針を受けたりだとか、そういうところのベストな時期だというふうに思ってください。ただ先生のところ、まあ鍼灸院なんでね、いろんな質問が来るわけなんですけども、こう生理なんですけども行っていいですか、生理初日なんですけども来ていいですかとかって質問すごく多かったりするわけなんですけども、実はそこが一番ここの部分ね、本当に狙い目かなっていうふうに思いますですよね。そこの部分の気の流れをしっかり取ることによって、このイライラたまるっていうのはこれ癖になるんだよね。また人間っていうのはさ、何でもそうだけど、こう例えばこう姿勢悪くさ、先生なんかめっちゃ姿勢いいじゃないですか。なので姿勢よく
ね、するとか悪くするとかっていうのは変な話癖になるんですけども、このねやっぱ神経がやってくるものなので、神経ってやっぱ可塑性っていうのがあって、この癖になるんですよね。このイライラうつうつしてるのが癖になるっていう感じになってくるので、まあそう考えていただきますと、そこで癖から脱出するにはここでね、運動なりなんなりっていうもの、静熱っていうものを一回かけるっていうのがねとてもいいかなと。まあ、針だったら本当まさに精密だよね。肩こり取ったり背中の針を取ったりだとかいろんなことがあると思うんですけども、マッサージとか整体とかだったらね、まあそういうことも考えられますですよね。僕はの式場なんかイメージ湧く？はい、うんうん、生理来てスッキリとかします？最近はあまり、これ今の分かりますか？これでいまいちいまいちスッキリしないっていうことは、そこで一回解消のパターンがないっていうこと、わかります。だから余計すっきりしないので、ここですっきりしないでまた溜まってくる癖がついていっちゃって、高温期のイライラうつうつみたいなのがやっぱもっともっと増えてくるっていうようなイメージでいてくださいですね。でも本当いろんなパターンの人がいらっしゃるんですけどね、本当にこれは解消できますのでね、今日の話はねもう本当ちょっと難しいかなと思ったんだけど、ここら辺の部分を詰めていくのがいわゆるこの鍼灸っていうね、とこの真髄になってくるかなというふうに思います、ね。まあ、特に同業者さんここの部分かなり深い内容になってきますのでね、なんだろうな、そういう一緒にね鍼灸の勉強していきたいなんていう鍼灸師さんもしいらっしゃいましたらね、ぜひお声掛けね、概要欄にメールとか書いてありますので、そちらから、お声掛けください、ね。本当にとにかくうちの会社というかね、この鍼灸院とかこのチャンネルっていうものは、まあ、妊活頑張ってる方々をね、とにかくもう少しでもサポートになるような、活動をねこれからも続けていこうかなっていうふうに思ってますのでね、まあ妊活頑張ってる人はもちろんなんですけども、鍼灸師さんとかね、整体師さんとかそういう方々ね一緒に勉強したいって方はぜひお声掛けください。